こんにちは。エダコインを持ってるあなたはラッキーですね。おととい70円台だったのが、昨日は80円台になったよっていうことを放送してね、ワクワクしたんですけども、今日は90円台になりましたよ。明日は100円突破するんじゃないですか。なんかね、1日ごとに300万ずつ儲かってるような計算なんですけども、日当300万。それがあなたの正体でございます。じゃあ画面を切り替えて見てみましょうか。なんかね、ワクワクしますね。生きていくのが楽しくなってきましたね。私と同じアラフォー、アラフィフ世代の皆さん、ロスジェネ世代の皆さん、なんかね、春が来たような気がするもん。春が来たような気がする。 ADA を例えばね、最小単位10万円だったかな、15万だったかな、買ってるだけで今老後資金できちゃいましたね。よかった。しかも1日300万ずつ儲かってるって、これすごいラッキーじゃないですか。じゃあ画面を切り替えた方を見てみましょう。今切り替わってますかね。切り替わりましたね。はい。コインゲッコというところでヤモリを見てるんですけども、ビットコインはね、なんか50万円ぐらい値段が下がりましたね。ビットコインは今、例えばね、10万円買おうとするじゃないですか。で、倍の20万円になるかって言ったら、ビットコインがこれ1000万になんないとそうはならないんですよね。でもどうですかね、 A だってこれからね、今10万円買おうとするじゃないですか。で、日々値段上がってるわけですよ。で、その上がり格がでかいんですよね。まあ、ですんで、今のエダが90円ですけども、これが、例えばね、200円になった時って、投じた10万が20万になってるっていう計算ですよね、当たり前ですけども。だから、エダにちょっとね、乗っておくのって、今からでも悪くないんじゃないかなって気がしますね。で、私はもう買わないですけどもね、もう 0.02 円の時に仕込んじゃったんで、最初のプレセールで買ったのがね、わあ、こんなになっちゃってんだ、みたいな感じですね。それから上場後の通貨ばかりを私は買い求めてきました。リップルもそうですよね。リップルも今本当にね、含み益に変わってきて一安心でございます。諦めかけていたんですけどね。で、イーサリアム、これを私2万5000円ぐらいの時に買ったと思うんですよ。だから7、8倍にもなってるんですけども、イーサリアムはあと5倍ぐらいは伸びてくれると思うんでね、いつまでになるかわかんないですけども、まあここ5年とか10年とか考えていくとそのぐらいになるんじゃないかなと思います。ビットコインすごいですね、やっぱり。もうビットコインも王様ですよ。で、バージョンアップが基本的にないんで、この形で評価されてるってことですよね。で、イーロン・マスクの、なんですかね、テスラモーターズも買ったじゃないですか。っていうのになると、取引先も買うだろうし、決済会社も買うだろうし、ビザとかマスターとかもビットコインを買うような流れが来るんじゃないかなと。だからビットコインね、今ね、1000万円はもう楽にいくと思うんですけども、1億円とか、だからこっからですよ、10倍とか20倍とかありえるんですよね、ビットコインね。ただ10年がかりとかになると思いますけどもね。ただ私はビットコインを今でもね、去年100万円を超えるまでに買っときましょうって言いましたけども、でもね、もう今からでも買ってもいいのかなと思いますね。だから 0.01 とか買っとけるんじゃないですか。 0.01 ビットとか 0.5 ビットとかね。さすがに1ビット買うと500万近くになっちゃうんで大変ですけども、2分の1ビットとかね、3分の1ビットとか無理ない金額をどうかなと思います。エダの方を見てみましょう。はい、90円超えたんですけども、89円87になりましたね。すごい、もう右肩上がり、絵に描いたような右肩上がりです。もう言うことなし。はい、もう言うことないんで何も言いませんということで、エダ良かったですね。私のね、投資仲間の、K さんもビットコインが値上がりしたから、なんかジャケット買ったみたいですねジャケット、まあそのくらいがちょうどいいですよ。私たちの暮らしは特に変わりませんし、この今回のね、エダコインの値上がりっていうのは別に私たちが何か努力した結果ではないんで、本当にね、ラッキーなんですよ。だから有頂天にならずに今の足場を固めていかないといけないかなと思います。で、本当にラッキーであるんですよ。だからこれにあぐらをかかないようにしないといけないかなと。これからもますますね、勉強に勉強を重ねて、自分で生きていく力を真摯にやっぱこう向き合って身につけていこうかなと思います。これであぐらをかくようなことがあってはいけないかなと思いますんでね、より一層身を引き締めていこうかと思います。それでは今回は以上です。エダ値上がりしましたね。おめでとうございます。